あるある。全然上がったけど、うん、多分誰も入ってないね。無人。寒すぎ。おはようございます。今日は寒いです、やばいね、毎回言ってる気がするけど今日は寒い。違う、あれだよ、東京で雪が降るって言ってる日です。ああ、ね、東京でね、雪が八王子なんか降ってたね。八王子はだってもうね、まあ上かそうそう、まだこっちは雨だけど、なんか午後雪に変わるかもみたいな。でも横浜とか降ってるっぽいしね。ね、積もってはないけどね、うん、そうで、今日はサイズがね、ちょっと上がって胸肩ぐらいあるのかな。でも風がちょっと北東で結構強いから、でこの雨の中なんで、ちょっとマルキにでも久々に行ってみようかなと思って今走ってます。マルキはね、北東かわすし、結構なんかアノンちゃんがこの間マルキできるようなって言ったから、とりあえずチェックしてね、行こうと思います。それで、あの3月の、うん、初めに、はい、そうだよ、JPSA のトライアルがね、3月5、6かなであるらしくて、まあそれにちょっと出ようかなと思ってるんで、まあ練習ってわけじゃないですけどね、まあそのこの久々の2年ぶりぐらいの試合なんで、ライブあるかわかんないですけど、とりあえずないでしょうないと思うけど、まあ応援よろしくお願いします。頑張ります。今回はあの人数制限がないから、そうだね、みんな出れるから、ね、しっかり出れる、まあ、とりあえず公認取って、であれだよね、月末の QS の練習試合としてトライアルを使う感じにできればって思って、ね、だいぶやってないから、多分15分ヒートなんだけど、ね、15分ヒートってなかなか今までプロになってか、プロっていうかほぼほぼ15、6歳ぐらいからやってないから、15分ヒートってだ、それまあ短い分には結構慣れるから、短いのから長いのは楽だけど、長いのから短いのは難しいから、うん、久々にね、15分ヒートで何回もできたらちょっと試合の感覚も取り戻すって、自分がゼッケン着てサービスってやっぱ全然違うからさ子供たちのやってあげてるけどね。そうそう、自分はやってあげてるけど自分がやってないからさ、やっぱ俺も緊張はするから普通に、うん、その緊張をね、いい方に変えていかないと、いいメンタル面に、まあその練習も含めてね、トライアルをに出るんで、応援の方よろしくお願いします。お願いします。とりあえず鴨川に行ってきます。はい、行きます。めっちゃ人いるよ。なぜ？鳥もいっぱいいる。ね、から夕方にかけて引くから割れるかもしれないけど、うん、ちょっとセットが長い。思ったより波がなくてちょっとテンション下がってます。思ったよりあれ出なかった。もうちょっとできるかなと思ったんだけど、まあでもね、説得ればちょっとはできるんだけどね。やるの？まあちょっとやろうかな、せっかく来たし。今日、あれなんだね、ドライスーツで着るんだよね。そう、今、あの、なんだっけ、インナー、手のとここれね。あの、サブちゃんに乗せた、人生初のドライスーツを、この雪の日に、そう、こっちは雪降ってないんですけど、ね、寒いから。着ようかなと思って家からインナー着てきたから、ちょっとだからやろうかなみたいな。そうで、今週末さ、あのジュニアオリンピックのじゃなくて、なんだっけ、ジュニア指定強化指定選手のコーチとして
静岡の静波のウェーブプールに土日でちょっと行くんで、その時さ、なんかウェーブプールが超水冷たいらしくて、ね、5度とからしいからで、なんかプレイングコーチだから 海の中に入ってもうちょっとできるよみたいなこと言われたから、あ、そうなんだ、そうそうそう、陸からだけじゃなくて、うんうん、けど海の中に入って寒いじゃん絶対にその時にちょっとドライ行きたいなと思って、間に合ってよかったよね。そうそう、そこで一発目のドライはなんか嫌だなと思って一回着ときたいなと思ってそうだよね、着替ってとちょっと、そう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 、脱ぎ着とね、そうそうそう、装備、だからそれでちょっと今日はどっかでやりたいからとりあえずやってこようかな寒いけど、うん、マジでどんなもんか軽くやっていきたいと思います。はい、初ドライ車の中で熱いもぞもぞしながら来て、それ暑いよね。暑いよ。でもちょっとなんか引いてきて割れてきたんじゃないの、右側のレギュラーが暑そう、暑い。はい、なんでちょっと行ってきます。はい、受付中。お疲れ様です。お疲れ様です。
疲れた。ドライスーツどうでした？よかったね、めっちゃ。結構あったかったし、水も入ってこなかったから、うん、感想はね、サブチャンネルの方にあげるんで見てみてください。波も結構できたしね。思ったよりサイズ上がったね。そう、サイズなんかどんどん上がってきて、ね、セットがどんどん割れるようになってきて、ただちょっとセット感長くてさ、セット以外がすげえ手前だったからセット乗るのに起きないといけないけど、うん、やべえ、一本逃したらまたずっと待ってたから、それ結構タイミング合わなくて、ね、左行ったら右来たりしてて、悩まじゃなかったからなかった、あーって思いながらやってたけどまあでもね、途中以内結構乗れたし、うん、よかった、うん、思った以上にできた、ね、ドライも試せたし、ドライも試せた、練習もできたし、結構長いことやってたよね。3時間ぐらい、2時間半はやってね、うん、全然なんかやっぱ寒くないとさ動けるね、うん、動けるし、もうちょっとやろうってなるから、うんうん、やっぱいいね。まあそんな感じで今日もねちょっと練習できたからよかったです。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。